ただいまより競技開始となります。選手の皆さん、リンクにお入りください。第4回全日本マスボクシング選手権大会を開始いたします。 A リング、高校男子大場165、第1競技の両選手を紹介します。赤コーナー、各リング林克一さん、東京都。青コーナー、軽部優子さん、長野県。ドリーム B リング、小学低学年男子大場125の両選手を紹介します。赤コーナー、阿形英人さん、埼玉県。青コーナー、大川が相馬くん、相馬くん、北海道。ファーストラウンド、
Thank you.
川。赤コーナーの赤コーナーメンバーの生活の長野さんがポイントだけです。続きまして中学大地アンバー155赤コーナー B リッグ、サライバの競技の結果は
ポイント勝ちでした。はい、コーナーに綺麗な挨拶して。審判にも綺麗な挨拶してください。今回の競技の結果は、青コーナー、岩根健太さんの勝ちでした。続きまして、B リーグ小学低学年女子アンダー125の挑戦者を紹介いたします。赤コーナー川村優奈さん広島県、青コーナー中村夏樹さん山形県、高校男子大場の本部ラスト当てる。
B リーグただいまの競技の結果は、青コーナー中村夏樹さん山形県でした。続きまして小学生学年女子アンダー125の両選手を紹介いたします。赤コーナー岡田茜さん埼玉県、青コーナー石井沙耶奈さん千葉県。まだまだ伸ばしてるよ。頑張れ。そうそうそう。
結果は赤コーナー岡田あかねさん参加のためのポイント勝ちでした。前には行かない、そのままに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 、その
Go!
青コーナー松岡佳奈さん、5ポイント勝ちました。続きまして高校女子オーバー160の両選手を紹介いたします。赤コーナー高木琴奈さん、青森県。青コーナー失礼し 青コーナー佐藤真由沙さん、愛知県です Bye-bye.
今の競技の結果は、赤コーナー高木そらさんのポイント勝ちでした。ノーカウント。ファイナルラウンド。続きまして小学校低学年男子オーバー125ポイントになります。赤コーナー田中明さん、早まった。青コーナー考えろ。もういいね。
結果は青コーナー長田エリコさん、そのポイントが決めた。小学校低学年男子オーバー125無料選手を公開いたします。赤コーナー木津直之君青森君、青コーナー熊崎源さん日清、ファーストラウンド。おお、上手上手、いいね。お、早い。走りな。そうだよ、どうだ。上手上手。しっかり取って、一緒に来たぞ、一緒に来たぞ。
ずただいまの競技の結果は、青コーナー熊崎善男さんのポイント勝ちでした。オーバー125の両選手を紹介いたします。赤コーナー相原レオンさん長野県、青コーナー服部小太郎さん愛知県です。下がったらすぐ行こう。外さないで、外さないで。前回しからね。前回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 
競技の結果は、最大ラウンド青コーナー服部小太郎君のポイント勝ちでした。
辺美馬さんのお一人勝ちでした。